あ、こんにちは、雲仙です。ではね、今日もゲーム実況やっていこうと思うんですけど、今日の日付が1月の20日なんですけど、エピックストアの方でね、無料で手に入るゲームがちょっと面白そうだったので、ちょっと30分ぐらい遊んでいこうかなと思ったんですよ。なんかタイピングで進めるゲームらしくて、ちょっと斬新だなと思ったんですけど、これ自体はなんか5年前に発売されてるのかな？2016 Once だから結upon 構a 前か。time, 昔々。it was the best of times, it 最も was the 栄えていた worst of 時で、times. 最も荒んだ、There ちょっと翻訳 was が、a girl, 少女がいた。and あ、she ガ rode ール。upon the back of a 最 great 高の box, 狐に乗った少女。but they were lost. 失われていた？They had always been 全て lost 失われていた。翻訳が危ういのもまあいいの until a か。path appeared, 道が現 so れ she る。followed.ん？ EFOJI。 ああ、なんか独特な動きやな。道は少女を導いたのか。走ったりとかはまだできないか。上はいけない。あ、ASD でいけるんだったら ASD がいい。少女には分からなかった。でも道はそこにあった。独特な動きか。タイピングをしやすくするためにおすすめしますが、他のゲームで見られる方法でも操作できます。その F と J やな。 いや、ちょっと難しい動きだな。 All of a sudden, she knew where she was. 突然少女は自分がどこにいるか思い出した。で、いいね。いやー、She 動 was かしづ home. らいな。少女は家 The にい woods had た。 sheltered her as a child. もう ASD の方がやりやすいわ。木々は幼い少女を守る。ほう。ダッシュはできないのか。The path was 道 blocked before. が閉ざされる。スペースかエンターキーを押してタイピングモードを切り替えを行いましょう。タイピングモードに入れば障害物を取り除きます。で、ここの木の実？木の実？木の実？ん？木の幹じゃないの。木の実。Path stretched deeper into the forest. あ、なんかコンボみたいなのがあるの？ダメか。She remembered animals frolicking in the 少 glades. 女は森の空き地で遊ぶ動物たちのことを思い出す。ほう、リスかな？ She remembered planting 少女は flowers. 花を植えたことを思い出す。単語をタイプするたびにインスピレーションを得ることができます。スペースキーを押すことで単語が表示される。ほう、なるほどね。で、ここで、あれもね、こうす、もうす、すい、伸ばしをこれか、と、P で伸ばす。で、これ、丸太。さつき。いいのかな？ She felt the woods begin to 木々の目 break up 覚めを around 少 her. 女は周りから感じた。世界を広げる用意ができたと。おお、広がってくね。いや、意外といいゲームかもしれんな。新しくスキルが覚えられると。あ、200超えたからか。お、宝箱もある。へえ、こうやって。Where? 誰？どこ？ Why? なぜ？ What? え？何？ いやー、ダッシュ。スキルってどうやって覚えるんだ？これか？あー、ここはこれか。強化。強化かな？あ、欲しいスキルの名前を打ってね。は、何それ。素早さ集中。ここはスペースじゃないのか。She dared not try to cross the 表情 fragile には乗 forest. れそうにない。スペースで。ん？なんだ？ G。おお、わからんな。
アマリリスだけやってるか。タブでメニュー開きましょう。多分強化だろ、さっきの。名前打ってねっていうのが。あ、盆栽時代理石スピレン町内ねじれた道を冒険したことを思い出す。思い出すたびに少女は強くなれた感じがした。で、ベゴニア、あ、ベゴニア木なのか。ここら辺にはないと。誰かと戦うわけじゃないよ。ユーリ、扉の向こうに人を待つ。あ、2000必要なの。キカジュ、なかなかコンボは決められんな。ここは橋がないのか。コースモス、コンボはつなげられんな。これはわからんの。茨の前に進むために茨を焼く。焼く？これはひとりが CHI か。CHI か。これも C か。いとう、あ、H じゃないか。Y じゃない。魔法の墓。世界を広げる準備ができた。で、これで、これは何だろうね。G、うん、特殊な文字だね。次に強化は、これはまだできないのか。世界を広げる準備ができたって、あそこだね。あ、あの囲いがなくなるのか。周りに囲っていた湖の石みたいな。この怪しさを感じて少女は見上げる。ほう、第一章始まりの、なんだろう、のろしかな。あ、橋ができるんじゃなくて死んだ星？それとも月が落ちたのか。まあ確かに月が落ちたのかもね。というかこっち側なんかないの。あ、あるある。あ、でもこれも茨か。で、E ターンして、 スターン剣とけい、よし。なんだこれ、新しくスキルが覚えられる。私は作家ではない。これは私の詩ではないよ。ないな。ダッシュできるようにならんかな。何、趣味、シフトを押すとキツネさんが走るように。ああ、これが欲しかったんだ。じゃあ一つと、コンボの時間長くする。ほんとちょっとだな、ダッシュできるようになるの。まあそれはいいとして、少女は知らない。しかはここ、しかしここは少ない。あ、少女の家で亡くなってた。イモムシのような生き物が現れる。エコ、おーり、ギリギリだったな。ちよひなあな、あれ、こ、おと、おや、で、おーの、こ、ギリギリだ。
る。おう、おうけ、うみ、ギリギリだ。ちーよ、あー、ちー、ちーを起こすのが難しい。あ、ギリギリ危なかった。虫のようなものが少女を傷つけるとする。鎌のような鍵爪でお腹を空かせて存在してはいけないものたち。はあ、これなんかこれはただここに生まれたっていうだけか。成功、成功が飛んできただけか。少女は炎の元へ向かった。クイ、ボータン、少女にしかできないことだ。ほう、で、ひいらぎしゃり、ゆっくり打たないとね。まだいいし、おー、ギリギリ。木々は灰と炭に変わっていた。炭でいいのか。これはなんだ、これは、お、いけるのか。あー、す、ど、ふ、い、じ、こうやって翻訳というか、されていくんかな。で、と、ん?時計、探検、人、あ、いいかね。まだまだ苦手だな。ないね。まあ、ここら辺はないかな。あ、ありそうでなさそう。戻ってきたな。ポイントは?まだだ。とりあえず6000まで行かないと、行かないのか。ここを辿っていかないとね。This was where the meteor had struck. 隕石の落ちた場所。ああ、ここね。ああ、思えた。道はここで途絶えた。Or...Did it begin? それとも始まったのか。せーき、あい、だけか。お、落ちた。灼熱の洞窟。She found herself 迷子になってしまった。Lost in darkness. 暗闇の中、少女は一人だった。まあ、狐がいるけどね。お、まあ、くははる、危なかったね。いそおりこかぞ。炎が後ろに現れ、選ばなかった道は、隕石は深いところに沈んだ。こっちは何もないのか。暗黒のものから邪悪なものが現れ、茨が少女の行く手を阻む。何もできないしね。古代の壁が、北側、降雨、ひいき、うめ、おーり、れ。そうか、文字打つときこれで、こっちの方がいいのかな。描かれているのは世界か、それとも死後の世界なのか。お、おーか、おーの、あー、ら、れ、い、何それ。原石、
孤独な雰囲気が出ていた。ん？コーバルト。あれは倒せないのか。お、そうそう、敵が。お父さん見て。助けないと死んじゃう？お父さん。窒息する。こいつ順番あるのかな。たこいつ窒息する。ああ、 They came from the darkness, like fear manifestなんか敵が出る。暗闇の中から恐怖が現れる。幼女を救えるのは炎だけだ。じゃあり。キャッツアイ、ガンバン、恐怖、入道、どう。こう渡っていくのか。溶岩の向こうに何かを見つけた。なんだこれ、炎の魔法か。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。